皆さんこんにちは。屋久島は宮の浦からお伝えしております。今日は、宮の浦橋の話をさせていただきます。ちょっと見えにくいかもしれませんが、ちょっとこの古い橋、宮の浦の古橋です。いつ建ったかと言いますと、ちょっと見えにくいんですが、ありますか？昭和5年12月って書いてあります。この橋が建ったのは昭和5年12月に橋が建ったということです。で、この橋に関わるお話をしたいと思います。ではちょっとまた、宮の浦川の風景を見てみましょう。と言います。で、この与助さん、非常に家が貧しかったので、郵便配達のアルバイトを小さい頃からやっておりました。で、その与助さんが尽力されて建てられたというのが、宮の浦橋古橋なんですね。先ほども言いました、昭和2年、昭和5年でしたっけ、昭和5年です。ごめんなさい。昭和5年、12月に建てられた橋です。で、昔この橋がない頃、栗船という船で渡ってたんです。どうするかというと、こちらの岸からこちらの岸までロープを張って、それを伝わって船で、渡るという栗船という船で渡ってました。ところがこの栗船、天気が悪くなるともう使えないんです。危険で使えません。そうすると帰れないんですね。で、岩川与助少年はその郵便物を届けるために栗船で向こう岸まで渡るのですが、天気が悪くなると家に帰れません。で、与助少年はどう思ったかと言いますと、将来この川に古橋を建てようと自分に誓うわけです。そしてその少年はものすごく勉強のできる少年でした。苦学の末、財界に顔が利くような大物財界に財界人になりました。そして、自由党の国会議員になるわけです。戦後高度成長を迎えましたが、その前の昭和2年です。その岩川与助、議員の力によりまして、この橋が建てられました。もう向こう岸に渡れない、そういうことはなくなったわけです。こういう地味なことっていうのは意外と地元でも知られておりません。岩川与助氏の銅像は立っておりますが、こういう古橋の話とかというのは、ほんのわずかの人しかこういう話が分かりません。そこでお伝え したいというわけです。橋、建てた頃はトラックからなんから全部ここ渡ってました。お隣にちょっと見えます。次に大きい橋ができたわけですね。宮の浦大橋と言います。この橋ができまして、みんな車から人はほとんどこの橋を通りましたが、今はこの橋、夏暑い時は涼んでいたり散歩をしたり、人間が渡る歩道のようなそんな役目をしております。この岩川与助氏の尽力によって昭和2年12月に建てられました。この仕事を携わったという方もいらっしゃいました。もう亡くなられましたが、12月ですので、橋の工事の基礎をするときに大変な思いをして震えながら潜って、基礎を作ったというふうに言われております。ではちょっと最後ですね、この古橋の関係をちょっと見てみましょう。
今見えるとこは宮の浦大橋って、比較的新しい橋です。昭和2年、昭和5年、12月に建てられた橋が